えと自分自身の価値を上げていくためにどういうことをすればいいかってことですよねそれは英会話を覚えるだけでもないしなんかね、うん、いろんな知識を集めることでもなくって私はととなぜそういうことを言うかっていうと自分にものすごくね本当に価値の高い内在した能力があっても伝え方間違えたら人との人物として見られないんですよね。 で逆に二足三門の力でもお知らせの仕方が上手だったら誰かに対しての世界一になれるわけなんですよで私はアフィリエイトの世界で最初から一番だったわけではないです最初に一番取ったのは2013年で広島インターネットビジネス塾ナンバーワンっていうふうに自分で名乗ったから一番になったんですよでそうすると私のスキルよりも低い人から見たら私が一番なんですよね で私のスキルよりも高い人から見たら別に一番でも何でもないんですよ。でもここが非常に大事で私はネットのスキルがあんまりね高くない都道府県にいたっていうことそこを選んだってことが一つ大きいですよね。そして私の発信の限界です。非常にいいヒントになると思いますんで皆さんもね考えていただきたいんですけども私の2013年の発信力って弱いわけなんですよ。フェイスブックの友達が5 0 0 0人ぐらいあいつが500人ですね当時。 で YouTube のチャンネル登録者数も100人ぐらいで要するに私ってものが知られてなかったわけなんですよ。知られてないから私のことを知ってる人に対して私が広島で一番ネットを詳しいですって言っても反論しないですよね。だって、ね、自分の私のねちっちゃいマーケットの中ですから私の当時のちっちゃいマーケットの中200人とか300人ってマーケットの中にインターネットビジネスが得意な人が3人ぐらいいたら私はナンバーワン名乗ってないですよ。 でも誰ももいなかったんでで私のカバーできる範囲にもちろん日本中のどこかには私よりも優れた方山ほどいるなと思いましたけども私の見えてる範囲とか私を見てる人の中ではあの私以上にネットビジネスに卓越した人がいなかったんですよねだから一番っていう立場がずっと許されているってことになりますまあそれがね私の価値を高める方法ですかね誰に対してそれをすれば一人前と見てくれるのか 誰に対してててそれれをやっても一人前と見てくれないのかですよね、えー、最後にこういう例えはいかがでしょうか水泳の時期になりましたね水泳もうねでその方は泳ぎの経験がない人のキャンピングチームとかに行って「俺2 5ル泳げるんだよね」って言ったら「すげえなー」って「お前しかそんなことできないよ」って言われますけどもうんとオリンピックの 競技がありますよねあそこの予選に漏れた人と一緒にプール行って俺25メートル泳げんだよねってもうどうですかね自慢できますかねってことなんですよねだからどんなマーケットを作るかっていうことこれが非常に大事なのかなと思いましたはい今回は以上ですありがとうございました